サミュエル・ユムティティは、カメルーンやウンデ出身のフランス人、サッカー選手。FC バルセロナ所属。元フランス代表。ポジションは DF。名前は、サムエル。名字は、ウムティティ、ウンティティとも表記される。2001年からオリンピックリヨンのユースチームに所属し、2011年にトップチームに昇格した。2012年になると、 ルシアーノ・モンソンやデヤン・ロブレンに代わって出場機会を増やした。2016年6月30日、FC バルセロナに入団することがクラブ間で合意に至った。8月17日のスーペルコパでエスパーニャ、セビージャ戦で公式戦デビュー。2017年3月4日のセルタ戦で初ゴールを記録。その後2シーズンにわたってジェラール・ピケとコンビを組む。 2018年6月3日にはバルセロナと新たに契約を5年延長し、センターバックのファーストチョイスとしての地位を確立した。2018から19シーズンは左膝に問題を抱えたため離脱を余儀なくされ、その間に新加入のクレマン・ラングレにポジションを奪われた。シーズン終了後にはアーセナル FC が獲得に興味を示すなど、 注目の銘柄として見られていたが残留した。2019年9月には右足を打撲し、再び離脱を余儀なくされた。2020から21シーズンに、ロナルド・クーマンがトップチームの監督に就任すると、対談候補費等と報じられた。同じく戦力外通告を受けたルイス・スアレスや、アルトゥーロ・ロビダルラが移籍していく中、自身はバルセロナに残留した。 しかし厳しい状況は変わらず、開幕直後には再び負傷した。2021から22シーズン開幕前、フルスリオンや、プレミアやリーガの複数チームから打診が届き、クラブも移籍を進めるも、現契約を、全倒し、残利を選択。ユベントス FC とのプレシーズンマッチやヘタフェ CF との、ラリーガ3節では、アップ時に、観客から大ブーイングを浴びた。 フランス代表として各年代でプレーした UEFA ユーロ二2016ではフランス代表のメンバーに大会直前に負傷し離脱したジェレミー・マテューの代役として招集された準々決勝のアイスランド代表戦では累積警告で出場停止となったアディル・ラミに代わって先発出場し代表デビューを果たした2017年6月13日のイングランドとの 新善試合で代表初得点を挙げた。2018FIFA ワールドカップ準決勝ベルギー戦では決勝点を挙げ、マンオブザマッチに選出された。決勝のクロアチア戦では先発し、優勝に貢献した国際 A マッチ28試合3点。ありがとうございます。